君たち、どうして戻ってきたんだい？抵抗軍は？今の戦況は？俺はここから出ても大丈夫なのか？まだ無理だと思う。オイラたちが来た時も近くで見回りしてる人がいたぞ。まだ終わってないんだね。じゃあここに来たのはお嬢を呼んでくるから、ちょっと待ってて。なるほど、様々なことを経験したようですね。状況は全て理解しました。今はとにかく天領奉行が裏切ったという、そう言われると確かに気になる点がございました。幕府軍と抵抗軍は長きにわたり、こう最初は単に将軍様がそのことに興味を持っていないのかとも思いましたが、今考え、それって天領奉行は国内の軍事事務を掌握しています。彼らに隠蔽の考えがあった場合、我々に知る術はございません。その結果、将軍様はメガリレーで生じる害を誤算してしまい、それを続け、だけど上層に触れる権限を持つ者は九条高行一人しかいないはずだ。それにあそこの警備は厳重で、たとえ左右の助けがあった、あの護衛たちの気を一時的に引くことのできる何かがあれば。そうですね、宵宮の花火、遠間らしい策ですね。しかし理にかなっているかもしれません。天領奉行の隣には千住百目、その時に左右が天領奉行に入り込めば、上層や他の証拠などを、よし、俺が自由になれる日がどんどん近づいてきてるのを感じるよ。こうして座って一緒に話すのももうだいぶ前のことに、俺にとってはそうなんだ。毎日ここで君たちを待ってるんだから。昔から確かにここは俺の一番好きな秘密の場所なんだけど、今回ここに身を潜めるようになって、もうくそー、温泉に入りたいな。トーマ、かわいい。今は目先の問題を解決するのが先です。メガリレーが廃止になれば、トーマも自由に。せっかくの再会ですが、談笑している時間はないようです。その時はもう一回鍋遊びをやろう。まだそれを引っ張るのか。天領奉行の近くには護衛がたくさんいます。くれぐれもおき、じゃあオイラたちは花見坂へ宵宮を探しに。